Okay, I'm playing Genshin. And yeah. They look just weird. Oh wait, new blade. Something cool. そろそろ僕の質問に答えてもらおうか。まずは飲ませてよ。Let me finish my drink first. ちゃんと払うからさ。僕の歌で。金の問題ではない。それに。You seem to be too young to be drinking. 君はまだ酒を飲める年ではないだろう。それなら安心して。僕が酒をたしなみ始めたのは、こちらはディルック、酒場のオーナーの、そのさらに上のオーナーだ。彼は有名人だよ。ちなみに僕は彼のワイナリーのダンディライオン種がいつもはグラス売りでしか買えないけどね。衛兵から泥棒の話を聞いた。先に言っておくと、で君たちがバカだとしても盗んでない。真犯人はこちらは騎士団のスーパールーキーだよ。モンドの秘宝を盗むなんてありえないよ。スーパールーキー、君はあの銀融詩人と仲がいいのか。 Yeah, I stop at this part. When I want to record, it restart for some reason. Hmm. 旅人の君がモンドの危機を救ってくれたとは。君のような人材が騎士団に。セピロス騎士団は風魔外交面もファドゥイに対し、いい、この話はしたくないんだ。リルックはセピロス騎士団が好きじゃないみたいだ。目指す道が違うだけだ。モンドに対して僕、それで質問に答えてもらおう。本当に知りたいの？騎士団関連のトラブルに巻き込まれるかもしれないよ。トラブルは怖くないさ。じゃあ真実の物語、状況次第で判断する。じゃあ報酬はゴモラから転校。Moose. 先ほどの女子賞は、一体これは重大な日。なぜだろうね。どうかな、リルック。面白い。少し時間をくれ。情報をまとめよう。異邦人、君は騎士団の肩書きが、指名手配には金髪としか書かれていないから。しかし銀融詩人、それなら問題ないさ。では夜、酒場の営業が終わった後。I wish I could record from the first time I played Genshin, but too late. I think I started in June or July, somewhere like that.And now, but I rarely played it because I don't know, storage, and my phone was broken. So, yeah. Yeah, I got. Yeah, I got this character.Yeah, it's a 4-star character. I got it from the 10 wish thing. Also with other stuff. And with this sword and this thing. And yeah, every time I play Genshin, I will get notifications every minute. And now this part.Okay, now this part is just hacking. We're hacking time. This is just hacking.And yeah.
Why is Jean here? Wait, you're Black Ninja? No, I'm not. Stop. Yeah, every time when I'm playing Genshin, a notification will... I will get notifications. 先に言っておくと、僕が今回連絡したのは一人だけじゃない。それから、こちらはただのジンだ。団長としてのジンではない。栄誉騎士の君でも、そうそう接触できない。意外だ。天空のライアーの話は聞いていたが。では、ディルクが言ったように。そうだよ。今この栄誉騎士は、風魔流事件を解決するために最前線で頑張って。さすが。騎士団のスーパールーキーだよ。違法なこともやらかしそうになったけど神話と関わるような子だが問題ない。詩人にもう一度歌っ信じるさ。頑固な団長様を説得。四風守護の東風の竜トワリン。数百年前のモンドを守る戦争で独自の侵食を目覚めた後もWhen I play Genshin, I will get notifications every minute. But when I don't, and I don't get no notifications. そういうところも、ただ、この正体のわからない異邦人をそのま先輩のような厳しくて慎重な。だから先輩はやめろ。今回は協力すると決めている。触れちゃいけない過去があるみたいだな。とにかく天空の何事もないように話題を変えた。彼女モンドとスネージナヤの衝突、本質的には氷の神が率いるファ。そうだ。もし風流を殺す計画を騎士団が、天空のライアーは彼らが唯一手に。モンドで単独行動しているファドゥイのメンバーはすでにそいつらから情。ディルクが手に入れた情報によると、ファドゥイさすがに彼らでもせっかく手にした秘宝を。わかるわかる。大事になったら外交問題に。七国同士の関係。Oh yeah, I just downloaded movies in 8 minutes and 11 seconds ago. I also have Genshin on my PS4. So yeah. 風神。風神がモンドを離れて千年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った。This pig. One time, this pig came up to me, pushed me, and ran away. And I don't know why this happens. I can't see any eyes.正体を隠すための変装だ。ファドゥイに見つかる前に被るといい。何せファドゥイはモンドにとって厄介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが。And yeah, this is part. This is the end of part one. Now, wait, I just noticed I'm delayed. Okay, now to part two. And, we can have five characters?